車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、土井パフォーマンスです。今回はこちらファントムの続きをお伝えしたいと思います。こちらもう作業大詰めということで、最後急遽貼ることになったプロテクションフィルムの施工をしているみたいです。というわけでプロテクションフィルムの貼りっぷりと、あとは今回あのペイントかなり苦労したということで、あの前回余裕ですみたいな感じでお届けしましたけど、あの紆余曲折あったみたいなんで、その辺をお届けしたいと思います。ドキドキしながら余裕ですっていうというわけでプロテクションはもうだいぶ今施工なうですけど、もう貼られてますよね。あのやっぱりこのマットから裸で乗るにはということで貼ることになったみたいです。というわけでこの辺しっかり張り込んでると。これボディでかいですからね、1枚張りめちゃくちゃ大変ですよ、ね、大変だよね。そして今回はボンネットを除く前回りが全部ごっそり交換&ペイントがされてると。そうです。でこれ全然あの大変だった感が、はい、ただその裸の状態、フィルムを張ってない状態だとまあ若干わかるかなぐらいのその色の誤差をちょっと何回かやり直してやっとピタッと、まあ、ステルス貼っちゃうとそんなに分かんないですけど、それでもまあ剥がした時も色合ってないともちろんまずいんで。なんとなくですけどその黒ってそんなに難しいイメージないんですけど、マット感で色味が変わっちゃうんですよね。あ、そういうことですか。そう、よりマットの方がグレーっぽく見えちゃうし、よりツヤがある方が、半ツヤが強い方が黒く見える。でマットって一言で言ってもちょっとツヤが結構あるマットと、そうそうそう、全くないマットと、うん、で全くないのだと確かに灰色っぽく見えたりする、うん、でしかも今回あの途中で発覚してましたけど、だからパールなんですか、メタリックなんですか。そう、パールがねめちゃくちゃ入ってる。パールがさらに入って、うん、というわけでかなり苦労したんですけど、プロテクションを貼るとでもパール感だいぶそうですね、黒さとパール感はちょっとやっぱりツヤがない方が目立たないですよね。で今これ室内なんで屋外出すと多分少し出てきますよね。そう、直射日光が当たらないと分かりづらいです。なるほど。で今回ここのドアがオリジナルペイント。そうですね。でこっちが高橋ペイント。はい、高橋ペイント。こっちがフィルム貼ってある。はい。でこっちが貼ってない。貼ってない。というわけでステルスフィルムってやっぱりマット具合の調整ができないんで。そうなんですよね、うん、で今回のファントムこうマットブラックとはいえ割とツヤがある。そう、ツヤがあるんですよこれ。感じですよね、うん、だから結構パッと見からなんかもうすごい黒光りしてるけどマットみたいな。というわけで質感が変わってると、うん、まあ貼るとこのパール感も少なくなる。あ、確かにこのフィルムの内側になるので、はい、ちょっとキラキラ感もワントーン。もうそうですね、ワントーン下がる感じですね。これは確かにむずい。僕全然素人ですけど。そう、結構むずいんですよ。なるほど。でちょっとこうパールがあるからか青っぽく見えたりとか。そうですね、うん、場所によってはこうちょっと赤みが見えたりとか。そうですね、もしますけど光が当たると若干正面で見るとちょっと赤みがある感じだから、こう透かしていくとちょっと青白い感じ、うん、でしかもあれですもんね、ぼかしてないですもんね。あ、ぼかしてないですね、うん、ぼかしちゃうと割とその辺色がずれてても、ね、色がずれてても分かりづらくなりますけど、うん、今度パネルでこのパーツごとに塗ってるんでしっかりこう色味合わせないと分かっちゃうということで、はい、難易度的には10点満点中 10.5 ぐらい限界を超えてる。こんな塗装が施されてるみたいです。さあこちらご覧ください。今ちょうど私も見つけてびっくりしたんですけど、プロテクションフィルムの台紙、これ今貼ってる最中なんですけど、ご覧ください、このバカデカさ、5メーター以上あるんじゃないですか。ショートでこれですからね。これ一人じゃだから車に乗せられないと思うんですよね。剥がすのも多分できないし、ね、でしかもこうちょっとでもこう地面とかにつけたらこうダストとか入っちゃうわけじゃないですか。というわけでこのバカデカフィルムをそーっと車に乗せて今施工中ということで、でもやっぱりこう分割しないで貼るとこう切れ目が少なくなるから非常に大事な部分ですよ。大事な部分ではあるけど、じゃあここの部分どうするのって感じですけどね。確かに確かに。というわけでものすごいこう確かに端材もめちゃくちゃ出るっすねこれ。というわけで幅2メーター奥行き5メーターぐらいのこんなフィルムを今施工中でございます。さあというわけでこちらめちゃくちゃ気になる車を発見してしまいました。高橋さん、はいはい、これ何の作業で入ってるんですか今。これプロテクションとラッピングですね。あ、プロテクションとラッピング。ラッピングもラッピングでライン出ます。あ、なるほど。センターのストライプを入れるということで、はい、なんと
フェラーリプロサングエが入庫していると、はい、でしかもうちいいのがこうリフトが入ってるそうですね、うん、というわけでこう下回りとかしかもこれ分かんないですよ僕全然知識がないんで分かんないですけど多分カーボンこれオプションですよねカーボンオプションですね全部カーボンじゃないですかこの車だからもう本当に全部張り込まないとこれ大変なことになるっすね大変なことになっちゃうんですねというわけでフェンダーもだってサイドスカートとかもこの施設を作った時に一番最初に紹介しましたけどちゃんと目線の高さで張れるとそうですね、はい、というわけでしっかりこの辺も多分フルプロテクションでガードされるフロントフルとカーボンですねリアあですよねですよね、はいはい、なんかその張る範囲も指定できるんですもんねそうです前だけとか、はいはいうん、下だけとか、はい、あと究極はもうフロントガラスとかも全部張れるそうですねご用意いただければあよく触るんでここも張ってます確かにそっか今度表側触るんですもんねそうなんですでこれはもう貼ってありますあるんですねでグロスだとやっぱり分かんないですね分かんないですねか、うん、というわけでこんな感じの車も入ってるとプロサングエちょっと実車初めて見ましたというわけでこんなのもご用意いただけるといろいろだからストライプとかもオリジナルですからねそうです、はい、幅だったりカラーだったり、はい、いろいろ打ち合わせもできますんでお気軽にお問い合わせください、はい、さあ続いて紹介する車はこちらですこちらお客様の車でなくなんとですねこちらボンドのアタオカ従業員の車です今回もう車を改造せずにはいられないと僕言ってますけどあの身内にもいたというわけで今回なんと車を買って改造を始めちゃったみたいですというわけで223現行 S クラスそしてですねこれ今何をやってるかっていうとそのアタオカ従業員ですねどうしてもやりたいことがあるみたいでこちらご覧ください車を全部水色にしたいそうです。で、はいはいはい、ボディカラー水色ね、思うじゃないですか。じゃないんですよ。全部、本当に全部です。全部水色の車を作りたいらしく、もうその衝動が抑えられなくて、車を買って作業以来で入庫するということで、今回そんな作業やってます。というわけで、これドア内まで貼んなくていいんじゃないの？ダメなんだ。というわけでドア口まできっちりこの水色のラッピングフィルムでこれ多分なんか見たことあるなっていう方も多いと思うんですけどなんとこちらチャイナブルーメルセデスのゲレンデとかにS クラスも本国あるのかなチャイナブルーの設定がの色にかなり近いというかまあこのフィルムのカラー名もチャイナブルーなんですけどそれでなんとフルラップするということでしかもドア口全部開けたところもだからもうオールベンみたいな感じで仕上がるみたいですというわけで早速ドアも外して各パーツも外してラッピングできないところはペイントしてっていう作業をしているようですそしてですねラッピングってここまでやると結構かかります余裕で3桁万円多分かかると思うんですけど結構高いなと思うじゃないです か, だから車のイメージをそっくり変えられると思えば割とエアロとかタイヤホイールで何百万円どっちにしますかっていう感じで考えてもらうと割と現実的な金額じゃないかなとで今回使ってるのはこのめちゃくちゃツヤのあるフィルムでフィルムといえばこのイノゼテック有名なんですけど他のブランドもうちの方やってますんで、まあ、イノゼテックにないカラーだとかっていうのもできますというわけで月内ぐらいには完成するみたいなんで完成したらまた個別にご紹介したいと思いますでホイールも当然変わると思いますんでお楽しみにということでさあ続いて紹介するのはこちらです GLS なんとこちらもお客様の車じゃなくって会社の車ですで今バラバラにして何をしようとしているかというと先ほど見ていただいた223とほぼ同じことをしようとしているみたいですどうかしてますねというわけで色はまだ決まってないのかな今回、まあ、試し張りしてどんな感じになるのかやってるとグリルももうモールももうホイールも全部同色系でまとめると多分世の中の 99% ぐらいの人は何言ってんだこいつらって感じだと思うんですけど結構海外だとこれ流行ってるんですよ本当にもう流行最先端を行くちょっともう尖りすぎてる人たち去年行ったドイツの動画とか見返していただくと意外に出てきたりするんですけどマンソリーでももう全部グレーに塗ったのそういったアメリカのちょっとぶっ飛んでる人たち最先端を行く人たちが割とこう真っ白白とかで最近メルセデスのオフィシャルのインスタかなもう真っシルバーのゲレンデ出てたんですけどそれはプロバスケットボール選手車らしくって、まあ、そういったのもグイグイ来てる感じ、まあ、めちゃくちゃ流行る感じではないと思うんですけどそういった本当に他の人と被りたくないっていう方にはかなり今来てるカスタムということでボンドも
何色なのか分からないですけどやるみたいです。というわけでこちらもお楽しみということで、さあというわけで今回はボンドボディいろいろ進捗をお届けいたしました。ボンドチャンネルのチャンネル登録、最近本当にチャンネル登録しないで見てる人が多すぎですよ、お願いします。というわけで各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。